見ろ、これが執念の力だ。 目の前に現れたフードの占い師は敗北を告げた。望郷星ラオウの手から守るため、密かにユリアをなんとの御射精に預けた。シンは巨城サザンクロスで陰鬱な日々を過ごしていた。そんな時、慰みで呼んだ占い師に、やがて現れる剣士郎に 破れる未来を告げられる。不死、力が、耐ぬ力が、ユリアを守る力が、ラオウを超える力が、ケンシロウを倒す力が、ユリアへの愛を求めるがゆえに力に固執する。それは愛に準じる男の悲しさが。
それは純正の男の逃れられぬ定め。真、罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでいく。ユリア、お前を守るためには進むしかないんだ。第一話、愛を守るために。俺が欲しいものはたった一つ。今はまだユリアの生存をラオウに知られるわけにはいかない。相手が誰であろう、ユリアを付け狙うこの俺が直々に始末してやる。行くぞ、シャリムに突き進め。
様を見下すことは許さん。諦めるな。俺たちも戦うぞ。無名封殺陣。技を見切ることはできん。さすがはキュウリ、恐るべき切れ味ですね。恐るべき強さ。これはまた生きのいい獲物ですね。ハートが破壊した。急がねばなるまい。Thank you.
諦めるな。俺たちは戦うぞ。動かす執念、見定めてやろう。我流の剣は無形、故に誰にも読めぬ。貴様、なぜユリアの行方を嗅ぎ回る。俺は雲、雲ゆえの気まぐれだ。愛に生きる女を助けたくなったのさ。
めるな。俺たちも戦うぞ。やってる。
私には皆の命を守る義務が。願い？くだらんな。知る必要もない。力さえあればユリアは俺のものになる。報われぬ愛ならば俺はいらん。俺はさらに力をつけ全てを手に入れる。俺の剣は外部から突き入れ。全てを破壊する。世はラオウ率いる剣王軍とサウザー率いる聖帝軍に二分されていた。力を求めるシンはサウザーに接近、火を見てその兵力を奪おうとする。力も愛も希望も奪った者が勝者となる。勢力拡大を続けるサウザーの下でシンは内心北総縁でいた。天下の情勢など眼中にない。ユリアの愛を求められるだけの力、彼にとってはそれこそが天。彼の執念が通じたのか、サウザーの力を奪う絶好の機会が訪れる。シン、私の心は変わらない。俺はお前を守る力を得るためならば何でも。第2話、力への欲求。
俺は愛ゆえに果てても構わぬ。シン、お前の力が見たい。この程度の野党ならば訳もあるまい。サウザ、力で己の軍は使わぬ気か。ならばその魂胆を逆に利用してやろう。戦場にいる全ての者に俺の力を見せつけ、俺に力を見せてやるわ。シン、お前には敵を引きつけておいてもらう。俺は村に奇襲をかける。ハートを借りる。キング、ご無用を祈ってますよ。野党どもの首領はこの村の中か。サウザさん、こちらです。あまり抜ければ村の中に出られるはずですよ。ここを出れば村のはず。サウザ、敵のくだらぬ罠にかかったか。俺の力を見せつけるいい機会だ。キングか、俺たちを敵に回したら持って帰れると思うな。キングとキバ一族、二大組織たちを組んだ今、俺たちにかなうものなどこの世にはいねえ。そうでなくてはつまらん。俺の戦なんと連機通破。あの男の強さ普通じゃねえ。
と電気通販切ることはできん。凄まじい活躍だ。我が心にも響く。飲めよ。お前は人生の主。そうか。ここはお前の村だったか。村を。食いに来てくれたのか。サウザーの野党つぶしに付き合っているまで。今の親父よ。情けが当たったようだな。わしは頭がいいからな。くだらぬ罠よ。手には不足すぎる。その程度か。やろう。ここでくたばりやがれ。どけ。切り裂かれた。俺の敵ではない。相変わらずの技の冴えよ。
その執念のままに進め。ジードに逆らうとはどこの図式だ。お前を突き動かす執念見定めてやろう。欲望の限りを尽くしてくれ。組織力を甘く見るなよ。
この殺戮も全てはあの心を開くため。時代は力への執念を見せる真に味方した。サウザーの兵力を奪い、真は大きな力を得た。そんな彼のもとになんと六聖剣の一人ユダが接近する。愛に飢えた純正真の力と余生ユダの知略が真の軍勢をさらに大きく強くした。もうすぐラオウからユリアを守れる力を得られる。もうすぐユリアと共に歩める力を得られる。やがて訪れるであろう悲願達成の時をシンは思い描いていた。奪えば全てが叶う。奪えば全てが手に入る。この道は間違っていない。そう思っていた。あの衝撃の再会を果たすまでは。シン、あなたは間違っている。サウザーもラオウもしのぐ力がもうすぐ手中に。第3話、愛は奪えぬ。
俺は愛ゆえに果てても構わぬ。こいつらか。北斗の軍の他に我らに歯向かう勢力があろうとはな。サウザーの軍勢が攻めてきたぞ。急ぎフドウ様に報告を。フドウだ。もしやなんと五射星の軍か。なら、ここにユリアか。俺を止めてみせろ。形勢が逆転した。その程度。今こそ攻勢の時。切り裂かれたいか。貴様だけ。俺の相手には不足すぎる。執念が欠けている。それではユリアを守り抜けん。ここで五射星の者どもを粉砕しろ。何この正統血統。おい、聖帝の天下は揺るぎないものになる。フドウ、ユリアを連れ出すつもりか。
いに行く。今は虫の居所が悪い。手加減しないぜ。貴様らにユリアを守り抜く力はない。だが俺にはユリアは俺が守る。で、また力ずくでユリアを奪おうってのか。させるかよ。その程度だ。機械が逆転した。今こそ高性能だ。ボケ、切り裂かれたか。俺の敵ではない。俺を嫉妬させるほどの活躍だ。ケチか。無名封殺陣。邪剣ゆえ種明かしは一回切りよう。この程度で俺を倒せると思っていたのか。あの時我らが束になってもかなわぬ。神様、ユリア様は我ら死者生がお守りすると申し上げたはず。執念見定めてやろう。一騎当選の力、お前にも見せてやろう。俺は強くなった。ラオウにも負ける。サウザーにも負ける。ユリアにふさわしい男は俺なのだ。なるとは面目ない。シン、ユリア、お前を守る力があるのは俺だけだ。さあ俺の元へ来い。力の支配する世界に未来での希望はない。あなたは間違っている。さようなら。待ってくれユリア。なぜだ。何が俺に足りぬのだ。
俺の剣は外部から突き入れ。全てを破壊する。それは大地が抜けたような感覚だった。力を得た。ユリアを守る力を得た。なのになぜ呆然自失の真をよそに、ユダは冷静に策を巡らす。逃亡中のマミヤを捕らえたユダは彼女を何との正当決闘に仕立てる。その人望によって戦力を集め、北斗との戦いを有利に運ぼうとした。天を何とと二分する北斗を倒せば戦いは終わる。自分の手で乱世を終わらせればきっと分かってくれるはず。我に返った秦はラオウを率いる北斗軍との決戦に臨む。ユリアは平和を愛していた。ユリアは平和を渇望していた。だからこの道は間違っていない。今度こそ間違っていない。シン、
もうこれ以上の殺戮はやめて。俺が欲しいものはたった一つ。第4話、喪失の果てに。俺は愛ゆえに果てても構わぬ。なんと最後の章も俺の手に落ちた。あとは北斗を滅ぼすのみ。北斗軍を粉砕し乱世を終わらせる。ユリアを取り戻す。それしかない。危ない。
敵をおびき寄せる罠。ユダの考えそうなことだ。貴様のその達者な口を永遠に塞いでやろう。手段は選ばねえ。それが俺様のやり方だ。久しぶりだな、ケンシロウ。ここで決着をつけてやる。執念のままに進め。
つかめ。何本目に死ぬかな。時代の礎となるなら本望。貴様にもラオウにも死んでもらう。ユリアのため、これが乱世を終わらせるのだ。ユリアのため、ユリアを取り戻したい自分のためではないのか。本当の愛とは見返りを求めるもの。それが分からぬかユリアは取り戻せまい。半人前の技で私は倒せない。何本目に死ぬかな。宿命がある。今倒れることはできん。
愛がわからぬ。貴様らは俺様を怒らせちまった。もう後悔されもせんぞ。俺に勝つつもりか、愚か者が。Shoot!
せ。強制ラオウ、愛を知らぬままに眠れ。貴様にも飛翔星が見えていたようだな。貴様さえ倒せば、愚かな男よ。you
破れたり、天空に輝く極星はこの聖帝サウザーの小生ただ一つ。もう北斗に怯えることもない。裏から酒を奪ってこい。乱世が終わろうと民は救われない。これがユリアさんの望んでいたこと。ユリア、会ってもう一度だけ話したい。どこにいるのだユリア。この殺戮も全ては心を開くため。ここにすれ違う二人の男女はいた。シン、ケンシロウの恋人ユリを愛し力を求める男。ユリア、ケンシロウと平和を愛し力を拒絶する女。永遠に交わることはない思い。だが男はそれでも愛を追う。永遠に交わることはない思い。だが男はそれでも女を助けようとする。たとえ全てを失おうとも。今天を得たサウザーの手にユリアが落ちた。シンは賭ける。ユリアが囚われている地へ。シンは賭ける。ただひたすら己の思いに従って。今こそ愛に準ずる時。ユリア死ぬな。ただ生きてさえいてくれれば。シン、最終話、全てを捨てて。
俺が欲しいものはたった一つ。ユリア、必ずお前を助けてやる。愚かな奴だ。帝王への反逆は死罪でも足りぬ。真を絶望の淵に追い詰めてやるわ。
その程度貴様の執念などそんなものだ。貴様のその達者な口を永遠に塞いでやろう。鼻息の荒い野郎だ。死にてえのか。ユリアを救うに行ったのは俺様だ。苦しむ顔がなんと連携通破。そろそろ行くぜ。女のために取り乱す男の姿ほどみっともないものはありませんね。動かす執念見定めてやろう。久しぶりに生きのいい獲物ですね。たかだか女一人のために死ん、あなたが失望しましたよ。笑いたければ笑うがいい。だがこの俺に後悔などない。貴様らに俺の技を見切ることはできない。俺の敵ではない。この程度か。小野だな。俺は命を張る。あんたもだろ。命を張るか。ああ、俺もそうだ。もはや見返りなどはいらん。
もかっこいいとこ見せなくっちゃな。この門から先には誰も通させないぜ。もはや俺に迷いはない。この剣は勝つユリアのためだ。貴様らがどうあがこうが無駄よ。我が小生を脅かす唯一の星はなんと地母星。その星が消えた時、小生は真の聖帝となる。教えてやる。天空を舞う鳳凰は決して落ちぬ。貴様らの天狗はこの聖帝を倒せぬわ。天空に極星は二ついらぬ。地母星を葬る我が小星が唯一天に輝くのだ。執念などそんなものか。聖帝軍の兵はユリア様を置いて逃げました。ユリア様はご無事です。まだユリアへの野望を捨てきれんなら、ここでお前を倒さねばならぬ。お前がそれを望むなら受けて立とう。ケンシロウ、貴様の執念を見せてもらうぞ。
ケンシロウ、決着の時だな。引き寄せ、それが北斗神拳の宿命だ。神様、もう良いでしょう。あなたは将を救うために全てを捨ててここに来た。その無償の愛、きっと我が将にも届いたはずです。将の愛を求めませぬのか。俺は欲しいものは戦いの中で奪ってきた。その結果がこれだ。そばにいれば俺は再びユリアの心を傷つけよう。ケンシロウ、決着は預ける。この剣、今はユリアの望む世界を作るために使おう。その時までユリアを行かせよ。愛とは奪うものではなく、与えるもの。だがもう遅い。あまりにも多くの血を流しすぎた。今の俺にできることは、ユリアの姓を隠し通すこと。お前の望む世を作るため。ケンシロウ、いつでも来るがいい。乱世を消し去るほどの執念を俺に見せてみろ。